おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。現在アメリカ合衆国のミズリ州の大学で野球をしております。さてすいません、本当にごめんなさい。今日も配信遅れてしまいました。申し訳ございません。言い訳をすると、寝坊をしました全然言い訳になってないんですけど、そうですね、朝ギリギリになってしまって準備とかいろいろしてたら、あ、ラジオ撮ってないと思ったんですけど、この時間になってしまいました。本当に申し訳ございませんでした。本当ですね、明日こそは、しっかりと、時間通りに、投稿するように頑張るんでよろしくお願いしますということと、あとそうですね、今日の夜、金曜日の夜ですよね、日本は金曜日の夜だと思うので生配信を開催します。もし夜の9時ですね、もしご都合がつけば、ぜひ僕のチャンネルの方に来て、参加してみてください。お待ちしておりますということで、今日の本題に入りたいと思います。ちょっとベロが腫れててですね、乾燥で、したったらずな感じなんですけど申し訳ございません。そんな感じでいきたいなというふうに思います。ですね、今日の本テーマはですね、アメリカのコーチのシステム、コーチの出世システムみたいなことでテーマでお話ししていきたいなというふうに思います。ですね、この前僕の、後輩というか知り合いというか、すごく仲いい、一緒に留学してる子が行ったんですけど、彼それこそアメリカの一部リーグにこの秋から、行ってたんですけど、彼が、いたもともと2年生大学のコーチがですね、ニューヨークメッツかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい、メッツかツインズかちょっと忘れちゃったんですけど、メジャーリーグの球団のコーチになったんですよ。大学の1の2年生大学の1コーチが、メジャーリーグのコーチになったんです。メジャーリーグの球団にスカウトされて、で、まだ最初は1軍じゃないのかな、2軍なマイナーリーグなのかなのかでトレーニングコーチとして働くといったことが決まったんですね。で、なんでそうなったのかというと、彼の実績がものすごくて、2年生大学っていうのは、2年生大学でプレーする人はみんな4年生大学のビッグな大学で、からのオファーをもらうために、みんな野球やって活躍してやるぞっていうところがあると思うんですけど、その彼のこのそのコーチがいた大学っていうのがピッチャーが、たくさんいる中で10人ぐらい、そのディビジョン1にのピッチャーを輩出したんですね。普通チームで1人2人いければその地区ではすごいって言われてるのに、10人ぐらい、送ったんですよ。で、その手腕というか、もちろんそのなんで10人送れたのかっていうのはコネクション動向っていうのはもちろんあると思うんですけど、それだけじゃなくて、ピッチャーの全員がもうほとんど90マイルぐらい投げて、もうなんだろうな、すごく成長させて、でもう本当にいいピッチャーたくさん配置してって言ったところで、彼の手腕が認められて、メジャーリーグからのオファーが届いたといったところですね。で、そういう道があるんですよ。で、僕の大学の、去年のアシスタントコーチも実はブルワーズの今、球団でトレーニングコーチとして働いてたりとか、要は学生のじゃないな、大学のコーチ、アマチュアのコーチからコーチとしてプロにスカウトされるっていうことがアメリカではあるんですよ、実績さえ残せば。で、そこがすごく指導者たちのモチベーションになってるんですね。はい。で、ここがモチベーションになってるから何が起きるかというと、指導者たちめちゃめちゃちゃんと勉強するんですよ。体のこと、栄養のこと、トレーニングのこと。で、いい選手を作るために、いい選手をたくさん生むために、しっかりとトレーニングメニュー組んだりだとか、いろいろ考えてやるわけですね。なので、そこがモチベーションになってるから、変なことするコーチって何もいないんですよね。はい。で、そのステップアップとしての、本当プロのチームで自分がメジャーリーガーになれなくてもコーチとして、プロを目指せる、そういった道があるんですよね。それがすごく面白いなと。じゃあここでですよ、日本はどうなのっていうところですよ。はい。ここでちょっと日本を思い返してみてほしいんですが、日本の、そうですね、前提としてなかなか、日本のアマチュアのコーチから、自分がプロ野球選手じゃない中で、プロ野球球団のコーチになる、コーチのトレーニングとかトレーニングコーチとかに就任するっていうのはなかなかないじゃないですか。
はい、でここが結構指導者のモチベーションの違いになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、なんだろうな、例えば高校野球とかだと、まあ、年数やればやるほどなんかすごいレジェンド扱いされて、まあ、勝手に偉くなってみたいな、まあ、偉くなってるのかちょっと分かんないですけど、まあ、偉いと周りから言われ、なんかそうですね、ちやほやされるみたいな形で、まあ、年功序列的なことがあると思うんですけど、そうではなくて、でアメリカではそうやって実力主義で、まあアメリカでそれでいうとコーチで結果できないで結果が出ないとクビになってしまうので、そういったところもいろいろ含めても、日本の指導者っていうのは、まあ、クビになることっていうのは、まあ私立大学で何年も結果出ないと、まあなることはあったとしても、まあ、他が拾ってくれたりだとか、まあいろいろ公立高校だったら、まあ、移動はあるけど、まあ、そもそもそんなにクビにならないとか、まあそんな感じだと思うんですよね。でかつまあもちろんちゃんとやっててすごく高いモチベーションでやってるコーチたちもいるんですけど、そうではないコーチ監督たちも多いですよね。そこはやっぱり勉強しとく、例えば栄養とか運動とかトレーニングとか体のこととか勉強しなくてもそこに居座れちゃうからなんですよね。なので結構情報がアップデートされてない指導者っていうのが多いんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりそこの勉強に新しいことを学ぶ、アップデートの思考をアップデートさせたりだとかトレーニングとかいろいろその野球観みたいなのをアップデートさせるためにはすごいモチベーションが必要なので、まあ、そういったところで、まあ、そこをおろそかにしているコーチたちがたくさんいるっていう状況は良くないなと。でそれが、改善される一つのきっかけとしてアマチュアで成果を出したコーチたちだったりとか監督とかだったりとかのいうのが、プロ野球球団で、スカウトされるってことが、まあ、あってもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあ、それでいうと最近トレーナーさんとかが、アマチュアで、アマチュアでっていうか例えば野球塾的な感じで教えていたのが、まあ、プロ野球の球団に、トレーナーとして入るみたいなことはありましたよね。まあ、そういったことがどんどん何て言うんだろうな、増えていけば夢あるじゃないですか、アマチュアでトレーナーとかコーチやってても。なのでそこを一つモチベーションにしていけばたくさん勉強もするし、いい選手たくさん産もうっていうモチベーションも高くなるしっていったところで、まあそうですね、まあ、指導者なんで、まあ、チームが勝ったりだとか選手が上手くなるっていうモチベーションがあって、それはあって当然なんですけど、やっぱり自分の中にあるモチベーションっていうのが一番強いと思うので、まあアメリカほどっていうほどまでにはいかなくても、日本にもアマチュアからプロへ行けるような指導者がどんどん増えていけたり、そういう道があっても面白いんじゃないかなというふうに思いました。今日はですね、アメリカのコーチの、プロに行く話、日本とのアメリカの違いみたいなテーマでお話をさせていただきました。今日も素敵な一日をお過ごしください。上野たつきでした。じゃあまたね。